勝となりました。そうですね、まあ、確かでこう走るのもね、はい、初めてだと、ね、いうことも言ってましたんでね、はい、いや強さをねあの、ファンの皆さんにこう見せてくれましたね。そうでしたね、はい、では喜びの声をお届けします。優勝いたしました小林選手より皆様へ一言ご挨拶申し上げます。3日間たくさんのご声援ありがとうございました。本当はコレクションでこうやって皆さんの前で勝利者インタビューをしたかったんですけど、まだまだ自分の力不足ということで、グランプリ前にこういう経験ができて本当に良かったと思っています。これが終われば久留米のバンクも改修工事が明けて、しっかりバンクも使えていい練習環境に戻れるので、しっかり練習をしてグランプリこの場所で、京閣の勝利者インタビューの場所で皆さんにいい笑顔を届けられるように頑張りたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。小林優香選手の喜びの声をお届けしました。はい、小林優香選手、今どうでしょう、ガールズの中ではこう一番強いと言ってもいいような感じですけどね。いやもう本当こう一番強い印象ですね。そうですね、まあ、他の選手もね、打倒小林で頑張ってると思うんですけど、はい、やはりこうスピード、それから、まあ、力、ありますね。そうですね、まあ